皆さんこんにちは、こんばんは。実はね、今山の中にいる。山の中、日南のね、北郷町っていうとこのね、わけわかんない山の中にいるよ。やっとたどり着いた。杉林のさ、ミステリーサークルがあるっていうんで、毒を持って毒を制すじゃないけどさ、じっちゃん花粉症でえらい目に遭ってるのにさ、行ってみようなんてね、無茶なことをね言い出してっていうか、自分で決めたんだけど、分かんなくてさ、場所がさ全然分かんなくて、通りすがりのね、農作業のさ、おじちゃんのトラックを止めて聞いたんだけど、教えてって言うんだけど、もう首かしげてさ、いや口ではちょっと無理だよねって言って、あのティッシュの空き箱をさ、空き箱って入ってたのかな、ティッシュの箱をさ潰して地図を変えてくれたよすごい地図だよ。周り全部山だよ。全部山なのにさ、山の中のこんな地図、こんな地図なのに、まあ説明をしてくれたんでね、なんとかたどり着いたけどさ、すごいよ。まあとりあえずご飯食べるのも忘れてた。とりあえず腹減ったからさ、もう2時回ってるよ。2時半、もう3時前だよ。コンビニで買ってたさ、カツカレーをね買ってたんで、コンビニで温めてくれたのにさ、もうとっくに冷えちゃったよ。あ、いただきますをせずに食べようとしてる。すべての人とすべてのものに感謝していただきます。さあいただこう。うん、暑いからさ、暑いから程よい感じだね。でもこっからどれぐらい登っていくんだろう。そのおじちゃん曰くね、行ったって下から見たって何もわからないよ言われた。まあそりゃそうだよね。まあとりあえずドローンをね飛ばせるかどうか行ってみないとわかんないんだけど、まずは腹ごしらえ。腹が減っては戦できぬっていうからね、しばし待たれ。ん、メモリー大丈夫なのかな。まあいいや、止まったら止まったで、止まったら止まったでいいや。誰もいないね、さすがにさ。辛いお茶はさ、クーラーボックス入れとけよかったね。外出っぱなしだから、お茶もんもあれだね、お茶もんも温まってるよ。本当になってるよ、本当に。あ、鼻水が出る。まあ程よい、程よい冷たさだね。もうだって買ってさ何時間経つ。もう3時間以上経つよ。完食完食、ごちそうさまでした。あ、鼻水が出る、鼻水も出る。なんかもう花粉、もろ花粉症だね。日南に入った途端にさ花粉症になったよ。もうなんか山の中をさ必死で、山の中のさ道ってさ分かんないんだよ。目のかゆいのもさ、しばらく忘れてた、思い出したよ。目がかゆい、鼻水が出だした。どうしようもないね。まあでも、もうせっかくここまで来たんだからさ、根性で登ろう。根性で登ってこよう。で、どっか温泉見つけて温泉に入ろう。いや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 。あ、鼻水も出る。鼻水は出る。目はかゆい。目もね、涙が出だしたし。で、今朝はさ、久しぶりにっていうか、どれぐらい久しぶりだったかな。1ヶ月、2ヶ月ぶりぐらい。今朝道の駅でさ、歯磨きしようと思ったらさ、また、鼻の中に歯ブラシ突っ込んでしまってね、もう朝から鼻血がドパッと出て、もう道の駅の洗面台で大騒ぎ一人でしてたよ、じっちゃん。なんでじっちゃん鼻の穴にさ歯ブラシ突っ込んでしまうんだろうね。口の方がはるかに大きいのにさ、わかんないんだよね。若い頃からの癖なんだよね。感覚が、歯ブラシの感覚がおかしいのかな。口に入れるの、鼻に突っ込むっていうのよくわかんないけどね。1年にさ、じっちゃん何回かあるんだよねっていうね、アホなじっちゃんだけどね。いやもうなんかここまでで疲れたねここまでで疲れてしまったよ。でも元気を出していこう。これメモリー大丈夫なの。メモリーはさっき変えたんだけど大丈夫かな。はい、ということでね、頑張ってさミステリーサークルまで登ってみようかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。
で、もぐもぐタイムだったんだね、今回はね。もぐもぐタイムだったんだけど、もぐもぐタイムがさ、ここまで来る過程のさ、話をしちゃったね。まあいいか。川のね、せせらぎの音しか聞こえないね。